欢迎回来，持续来关心0403花莲地震，花东地区灾情惨重。日本首相岸田文雄第一时间表达慰问，日本自贸协会理事长跟代表日本政府捐赠100万美金，协助台湾的灾后重建。除了代表谢长廷表示对于日本的关心与实际的支援，台湾人民将会永远谨记在心，也希望台日未来能够继续像家人一样互相的合作支援。0403花莲地震，日本政府第一时间宣布捐赠100万美元，大约3200万台币，协助台湾赈灾。日本台湾交流协会理事长谷崎泰明十号下午更亲自转交善款目录给驻日代表谢长廷。自然災害もそうですし、またコロナにおいても、その際に両方で手を携えてこれを克服してまいりました。その際には。すでに培われておりますこの日本と台湾との間の強い絆でこれを克服していくということができるというふうに確信しております。谷崎泰明表示，今年日本发生能登半岛强震，许多台湾人表达温暖慰问，台湾的善款给予当地很大帮助，让日本国民深受感动。誠にね、真の人間の通りです。台湾と日本はどちらが困った時はね、助け合ってね、支援し合うことは、これ、全の人間の実現だと思います。驻日代表谢长廷一再表达感谢，也希望台湾和日本未来能继续互相合作支援，持续深化台日情谊。特派记者宣胜峰在东京采访报道。